先週、芸能界で嬉しいニュースが飛び込みました。ハライチ岩井勇気さんとタレント奥森さつきさんの結婚。これからは一人の女性を支えていける自分になりたいと、彼女がそう思わせてくれました。間違いは厳しく指摘し、苦境に陥れば優しく教示してくれる岩井さんを見て、人生を共に歩むことを確信しました。さらにこの結婚で話題となったのが2人の年齢差。37歳の岩井さんに対し、奥森さんは18歳年下のなんと19歳。これはすごい。ただお祝いのコメントが相次ぐ中、 SNS ではこんな声も。10代に手を出したと思うと少し怖いかも。おめでたいけど倫理的にありなの？岩井さんのケースに限らず、年の差婚には気持ち悪い、ロリコンなど誹謗中傷とも取れる批判が寄せられます。そんな中、愛の力で年の差の壁を乗り越えたのがこちらのご夫婦。みーちゃん、お誕生日おめでとう。乾杯。ありがとう。夫婦で YouTube 活動をするともえさんと夫のみっちゃん、登録者は50万人超えの人気ぶりです。気になる2人の年齢差は驚きの27歳差。アイドル活動をしていたともえさんとそのファンだったみっちゃんがゴールインしたのは18歳と45歳の頃。結婚からおよそ3年経った今でも超ラブラブです。何歳になってもずっとみっちゃんを愛してます。ありがとう。嘘泣きだ。しかし結婚にあたっては多くの覚悟が必要でした。まず一つ目が親との関係、二つ目が周りからの目、三つ目が子供の話で、最後に四つ目、寿命の話。その先立たれたらとか考えたらもちろんね、すごく不安になるし悲しくなるし、でもそんなこと言ってらんないよね。だってこの人のこと好きなんだもん、結婚したいんだもん。ここからは27歳差夫婦とともに批判も上がる10代との年の差婚を考えます。ゲストご紹介します。 YouTube チャンネルの53万人をはじめ、 SNS のフォロワー数は130万人以上、年の差婚のトップインフルエンサー夫婦ともえさんとみっちゃんさんです。よろしくお願いします。今日みっちゃんと呼んでいいんですよね、はい、皆さんで、はい、みっちゃんと呼ばせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。すごい肩書きですね。あんまり聞いたことない。あの、原市さんの岩井勇気さんの結婚ですが、多くの祝福とともにこの一部からはね、心ない声というのもありました。お二人これどのように捉えましたか？もう本当おめでとうございますしかないし、もう他の人がいろいろ批判してるけど、まあ親御さんとかお友達とかが心配していろいろ言うんだったら分かるんですよ、うん、でも批判してる人たちって本当もう何にも関係ない人たちだし、うん、でそれで気持ち悪いとか思っちゃう人がいるのは仕方ないにしても、思ったなら自分がしなきゃいい話で、わざわざその人の決断を叩くっていうのはなんて愚かなことなんだろうって私は思いました。 VTR の中で話題となったのが年の差婚みたいな形で書いてあったと思うんですけど、世間がモヤモヤしてるのって年の差の部分じゃなくて13の時でしたっけ、うん、に出会ってその時点でどうだったのかっていうところを気にしてるんじゃないかなって、まあまあ、今岩井のやつはそうでそうでしょうね、そう思うんですよ、うん、例えば僕今回 その岩井さんのやつもいろいろニュースとかで見て計算してみたんですけど、うん、僕保育士なんですよ、はいはい、保育士で18歳差って考えてみると、僕が23歳、うん、で年長さんの子を見てました、うん、でその子と、まあ、年を経て結婚しましたって可能性としては年齢差で言ったら同じなんですよ、はいはい、それをなんか例えばじゃあ19歳の時に出会って結婚しました、うんうん、だったら、まあなんか、まあ、それこそ年の差の部分が話題になって、うん、まあ若いけどおめでとうみたいな形もあるのかなと思うんですけど、うん、T 先生が5歳の時に見ていた年長さんの子と結婚しました、うんうん、この情報が多分
もやっとする部分ちょっと引っかかる人がいるってこと、そうそう、本当これも他人のその恋愛観とかだと思うので、うん、とは思うんですけど、でも難しい、私はキモいとは思わないけど、まあ、岩井さんのイメージとは違ったかなっていうのはちょっとありますけどね。あ、そうかそうか、そう、個人のイメージね、個人のなんか、あ、意外とそういう、そういうというか若い10代とお付き合いしたり結婚しようと思ったりするんだっていうのは、その芸風とかを見ていてちょっと意外に思ったところはまあありますけど、まあ、あとはもうお互いのなんか思いなのかなっていうのは、ね、なんかあとあれも時代もちょっとあるんですかね。なんか昔はね、俺学生の頃見てたドラマとかそういうのはよくめっちゃ思います、ね、そのパターンあるんでしょ、なんか先生と生徒とか、ね、今なんかちょっと見れないですよ。あ、だから高校教授みたいにちょっと重いテーマじゃなくても、もっとこうなんか結婚しちゃって2人が周りに内緒で過ごしてるとか、年の差のそういうこう意外とハッピーな感じのドラマとかいっぱいあったけど、多分今そういうの作ったらすごい批判される時代なんだろうなっていうのはこの間たまたま海外の記事を見ていた時に、うん、その Z 世代ミレニアル世代は特にこの年の差の恋愛に対してものすごく嫌悪感を感じるっていうのをアメリカでも今すごい話題になっていて、例えばレオナルド・デカプリオって彼女毎回25歳とかになったら別れちゃうみたいなのも結構みたいな、レオ様ってなるぐらいとか、ちょっともしかしたら世代感、時代感っていうのは間違いなくあるとは思います。思い返してみると、例えば辻ちゃんもう20歳ぐらいの時でしたっけ、はいはい、結婚したのもね、上戸彩さんも14歳そうですよ ね、 すね、うんうん、だって辻ちゃんが20歳で、杉浦太陽さんが26とかだったような記憶してるんですけど、うんうん、あの時も辻ちゃんってなんかままごと婚みたいな感じでめちゃめちゃ批判されてたと思うんですよ。だから結局何歳と結婚したら批判はあるものだから、もう無視でいいんじゃないって思いますけどね、うん、岩井さん、そこでこの2人のちょっと経緯というのを聞かせていただければなというふうに思うんですけど、友恵さんが元アイドルだったんですよね、でファンだったというご関係なんですよね、はい、これどういった流れでこう交際に至ったんですか。なんか私の方が好きになったんですよ。もう、アイドルをされてた時からってことですか。はい、そうです。あ、僕推してたんで僕は好きっていうのは分かってた、はい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 、推し面なんで、はい、で私が好きになってライブ配信をしてたんですけど、はいはい、その時にこうずっと言わないようにしてたんですけど、気持ちが溢れてみっちゃんしかライブ配信見てない時間がたまたまあって、その時に好きですってこう言っちゃって、友恵さんが言ったの。そう、ライブ配信中それ残んないですか、アーカイブ。いや、なんか私の方は残んないんですけど、みっちゃんが書いたコメントとかは残るんですよ。なんで書いたんですか。気づくでしょ、最初にファンとして好きだと思ってってくれた。で、あ、俺も大好きだよって。あと、うん、でスタッフがそ俺モーのところを見て、ね、この2人何か好きとなってる主体者がいるわけですよ、ね、怪しいみたいな。じゃあもう、アイドルの頃から交際をしてたっていうわけではないですか。あ、じゃないんです。まあ交際はできなかったし、うん、連絡先さえ交換できなかったので、うん、はいはいはい、あのアイドル卒業した後に私があのもう会えなくなっちゃって寂しいから、こうみっちゃんの SNS を漁ってたんですよ、はいはいはい、それでなんかある写真にこう普段着てる仕事着の写真があって、でひなり盛りのところに会社名が書いてあったんですよ、うん、それで会社を特定して電話かけて、会社にですか。かけました。また特殊なパターンです。そうだね、はい、これはちょっとまたちょっと違う話全然違う話ですね。逆にみっちゃんさんはどう受けたんですか。電話かかってきて、ってなんないんですか。いや、かかってこないかな、ワンチャンないかなとは思ってたんです。ああ、それ狙いで載せてたわけではなく。いや、それ狙いではなかったですね。え、じゃあなんでかかってくるかもと思ったんですか。いや、いつもこう作業服で、はい、ライブに通ってて、みんなが雪結構、あ、それ狙いではなかったけど気づいてくれないかなっていうのは、はいはいはい、それ連絡来た時どうしたんですか。だって推しの方だったら、はい、うわーってなるんじゃないですか、はい、でも声聞いたら、はい、わーって思って、はい、で知らない番号だったんで、はい、やったみたいなそれは職場で出るわけですよね。他に人いなかったんですか。まあ、あの夕方は転送電話で僕の電話に転送されるんですよ。あ、そういう人がいない時は、うん、はい、どう感じたんですか、この27歳という年の差で、はい、あ、よし、付き合おうって簡単になったということなんですか。まあ、好きって言ってくれたら僕は推し面なんで、まあね、推しにね、出して好きって言われたらそれはね、はい、それはね、
そもそも奥さんの恋愛観みたいのは、そのお付き合いする前とかの恋愛、自分の中の恋愛観は、はい、年のだいぶ上の人が理想とかそういうのあったんですか？それ関係なかったんですか？もう全然なくて、今までお付き合いした方も本当同世代しかなかったんですよ、うん、初めて年上の方を好きになって、うん、あでも好きになった時年を知らなかったんですよ。あそうか。でも上だと思うでしょ？上だなと思ってました。でも30代ぐらいかなみたいな、十何歳ぐらい上なのかなと思ったら、うん、当時私が17歳で、うん、あのみっちゃんが44歳だったんで、うん、すっごい驚いて、うん、でもやっぱもう好きになっちゃってるんで気持ちは揺らがなくて。それどうしたの？でも17歳と44歳でそこからお付き合いは、でも17歳と44歳なかなかお付き合いするってなかなか誤解もされるし、あんまり世間的にはあんまり良くないみたいな感じになる、うんうん、どうやってお付き合いを、まあ、アイドルだったんで、うん、じゃあそのアイドルの推し活動とアイドルという立場のまま裏で心がつながってるみたいな。そうですね、うん、どうですか、お二人に聞きたいんですけど、ちょっと世間の目がなっていうようなことはならなかったですか？あそれはなりましたというか思ってました。あ思ってました、はい、それもどう受け止めたんですか？なので最初付き合おうっていうこう発表よりはもう結婚してからあの結婚しましたにした方が絶対批判は少ない、うん、覚悟っていう意味ですか？はい、そうです、そうです、責任を取ったみたいな。付き合っても汗だったら絶対批判されるなと。旦那さんはやっぱ罪悪感はあった？17歳の子と付き合っている、18歳にはなるけども、まあ18歳でまあ推しメンではありますけど、うん、まあ大丈夫かな、でも俺が幸せにしようと、ちゃんと責任を取るっていう覚悟はあった、はいはい、ご両親はどうでしたか？実は私のお母さんのお父さんと同い年なんですよ。同級生。同級生。衝撃だな。かなり。お前さんのお母さん何？あなたが決めたなら どんな人も賛成しよう。昔からちっちゃい頃から繰り返すように、あなたが結婚するときはどんな人でも賛成するからねって結構言われてて、まあそれにしてもびっくりはしてましたけど。お父さんのポイントなんじゃないの？これ誓約書って書かれてもどういうことなんですか？あの付き合うにあたってこう付き合う許可を取りにこう両親とこう、まずそこに見ちゃったんだ、そういうことか、うん、その時にこうやっぱお父とみっちゃんが同い年ってなったらもうこれはやばいと、ね、なんかこう誓約書約束事とかでこうちゃんとしとかないとってなったんだと思うんですけど。みっちゃん何か書いたんですか？まあ、いろいろこう書かれてるこうとかオスとか書かれてるやつ、うん、まあ、ちゃんと書いてるやつなんだ。あらお父さん本格的に契約書みたいな、まあ、文言とか、うん、プレゼントしたものとか、あの食事払った分は返しませんとか、そりゃそうですよね、当たり前。まあそんな感じの内容は、まあ、学業優先しますとか、そういうけど、なんか多分そのこう未成年とかが社会的自立をしていくっていうプロセスって どういう形なんですか、うん、でそれの部分ってどこで線引くんですかって話でしかない気がしてて、うんうん、で多分その例えば彼女がねずっとこうあなたの決断を尊重しますよって言われて、うん、まあ、でもアイドルも早くから仕事してるわけじゃないですか、うん、でそれはまあその類になってくれば当然ながらこう自立が早くなってくるっていう意味で言うと、うん、まあ、全然そのパートナーシップにおいても早く自分で決めてくっていう自然なことかなって気もしますし、で多分こう社会の側が気になってるのはそれはもしかしてそのグルーミングみたいな感じで、うん、いやもう小さい子のねこうなんかその未成年の人に早くから手をつけて、なんかいろんな形でこう入っていって、まあ、ある種のマインドコントロールみたいなものをして、それで性的搾取をしてませんかっていうそういう話に対してのまあ関心というかこう大丈夫ですかっていうところを懸念してると、うん、で僕はこの心配をする目線っていうのはとっても大事なことだと思っていて、例えばこう10代の男女みたいな話で言えばやっぱりこう未成熟なところがあるから成人じゃないわけじゃないですか、うん、とするならばそういう場合に対して大人側がしっかりこうチェックをして働かせるとか、うん、ケアをするっていうのはそれは逆に大人側の責任として必要だと思うんで、まあ、それはすごく健全な話 で一方でこう18以降一応我々こう社会としてそこに成人という線を引いてるわけですから、うん、本当はもっと前から自立してる人もいるんですよ、はい、そんなもう早い子なんて多分10代の最初の、ね、10代前半ぐらいから自立してるんだけど、うん、まあ、一応念のためにこの辺に線引きましょうねって18にしてるわけじゃないですか、うん、なんでまあそこを超えた後はこうある程度はあの意思決定を尊重すべきなんじゃないですかっていうふうに思いますけどね、うん、ある程度厳しい目を持っておくこともちょっと必要かなと思うのは、うん、なんでかってお二人の場合はこうやって結婚までという形をね、うん、結構取られた形でこういう人も中にはいると思います、はい、でもそんなに数は多くないと思うのね、うん、でもやっぱりじゃあ16歳17歳のことを30いくつ40いくつ50いくつの関係ってこれ結構危ないというか、ちょっとダメな関係性をとかそういう付き合いをしてる数もかなりいると思うんですよ。
だから全てをみんな疑うなよっていうのはもうちょっと違くて、やっぱりそういう危ないこと危険な目に遭うことをいい加減な大人もいっぱいいるから、うん、一応だからどうしてもリスクはあると思うのね。こうやって結婚するとそういう目では見られるよと思うけど、でそういう目で見てる人をやっぱりお前ら違うんじゃねえかっていうのはちょっとまたこれも違ってっていう、うん、だからこれ若いけど自立してる人を好きになるパターンと、うん、その若くて未熟だからこそそこに行こうとする大人っていうパターンと全然違っていて、その世の中には結構な割合で若くて未熟な人を狙いたいっていう大人がいて、でこれは結構不適切な場合が多いわけですよ。なんでそこに対するチェックってのは大事だし、一方でこう若いけど自立してる人に対してその年齢関係なくパートナーシップがありますねと、成人してる以降ですよっていう話であれば、まあそれは本当に尊重しておめでとうでいいんじゃないですか。私も最初 SNS 始めた頃はもうとんでもなく叩かれて、そうなんですか、精神異常者だとかいろいろ言われたんですけど、うん、まあこうやってずっと続けていくうちにこう主人の人となりとか私のこととかも知ってもらえて、どんどん応援してるよっていう声が増えていったので、きっとあの年の差婚される他の方もだん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 受け入れられていくんじゃないかなと思ってます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。